ジョージ・クリントンはアメリカ合衆国の軍人、政治家。アイルランド系の移民であった父、チャールズ・クリントンはニューヨーク植民地リトルブリテンに移住した。チャールズはニューヨーク植民地会議のメンバーであった。兄のジェームズ・クリントンは大陸軍の少将で、甥いのでウィット・クリントンは後にニューヨーク州知事となった。クリントンの政治への関心は父、 チャールズの影響を大きく受けている。18歳でイギリス陸軍に入隊し、フレンチ・インディアン戦争に従軍、中尉まで昇進した。その後法律を学び、民事訴訟裁判所の所員となって、集会議で貢献した。大陸会議に選任された、彼は独立宣言を支持したが、市民軍の順庄として任命され、独立宣言署名前に、大陸会議を去ることとなった。 クリントンは権利焦点が採択されるまでが州国憲法を支持しなかった。クリントンはトーリーに対する憎悪で知られており、税を抑制するためトーリーの土地の差し押さえ及び販売を行った。彼はジョージ・ワシントンの友人であり、支持者としてバレー法事でのワシントン軍に食料を供給した。また、ワシントンの大統領就任式では祝賀のための 印象的な夕食会を開催した。1777年から1795年まで、初代ニューヨーク州知事を、1784年から1787年まで、第4代コロンビア大学学長、1800年から1801年まで、ニューヨーク州会議員を、及び1801年から1804年まで、第3代ニューヨーク州知事を務めた。 第四代アメリカが衆国副大統領として、トーマス・ジェファーソンの下で1805年から1809年まで、続くジェームズ・マディソンの下で1809年から死去するまで同職を務めた。在職中に死去した初の副大統領である。死後ワシントンに埋葬されたが、1908年にニューヨーク州キングストンの旧オランダ教会に改装された。ニューヨーク州クリントン軍及び、 オハイオ州クリントン軍は彼にちなんで命名された。また、ワシントン DC は、コネチカット通りに、金メッキをした彼の乗馬像を設置した。1873年には、ニューヨーク州が、アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに、クリントンのブロンズ像を寄贈した。ニューヨーク市セントポール協会のクリントンの座席、クリントンの墓。ありがとうございます。